ドリームチェイサーです。今回はこちら、秘密のココタマの折り紙指人形セット。前回はラキタマ、メロリー、ニコリ、ビビットの4人の折り方を紹介しました。今回はおしゃき、キラリス、ケラチョ、モグタンの折り方を説明します。では早速おしゃきの折り方からいきましょう。おしゃきの折り紙を折っていきます。1番を折ります。2番を折ります。3番を折ります。はい、山折り紙折りのところを出してあげて、パタンと折りたたみます。はい、裏返して4番を折ります。内側にこのようにパタンと折ります。4番の線をこのように内側に押す感じにして、この部分を開いて真ん中に合わせて折ります。そうすると5番の線が折れます。はい、5番の線はこの部分になります。はい、反対側もですね、真ん中にくっつけるようにして開いて折りたたんであげると、ちょうど5番の線が折れるようになります。はい、ひっくり返して6番の線を内側に折りたたみます。7番のラインを内側に折り込みます。8番を外側に折ります。こんな感じですね。反対側も8番です。はい、9番の部分はこの黄色い線をチョキンと切った後に内側に折り込んで、このように、はい、折っていきます。4箇所ですね。耳の形になるように折っていきます。はい、おしゃきの完成です。はい、続いてはキラリスを作っていきましょう。1番の線はここですね。顔の横のラインから折っていきます。順番がこのように書かれているのはいいですね。はい、1番の線を折っています。はい、続いて2番の線をいきます。バッテンに折ります。はい、から開いて内側に半分こに折ります。近く折りますね。はい、そうすると先ほどの山折りと谷折り、このようにペタッとくっついて三角形になります。はい、続いてひっくり返してこの4番の線で折ります。このように内側にちょうど半分の場所ですね、に折ります。持ち上げてこの線を開いたら、この部分を開いて5番がここなんですね。なので上が四角くなるように折っていきます。はい、5番の線をこのように沿わせてあげるとその形に仕上がると思います。
はい、今回は上の方が四角になるように潰しております。はい、こうですね。ひっくり返して6番は内側に折ります。はい、7番も内側に折ります。山折りですね。はい、そしたらこの黄色い線はハサミで切る線です。切っていきましょう。はい、切った後は内側にこのように折り込んであげてください。そうするとキラリスのお耳が出来上がっていきますね。はい、はい、こちらで完成です。出来上がり、可愛くできました。キラリスです。はい、続いてゲラチョの丘を作っていきましょう。はい、ゲラチョもちょっと特殊な丘をしてるから折り方違うかな。1番の部分は同じですね。はい、2番のバッテンも同じです。はい、3番内折りも同じです。半分に折ります。はい、この後三角にするところも同じですね。はい、ここまではみんな一緒ですね。はい、結構もうゲラチョできてきましたね。はい、この4番の線は内側に折ります。5番の線裏返してここは谷折りにします。このところですね。はい、こっち側のラインまでグッとやります。はい、そして裏返してこのようにギザギザになるように6番を折ってあげます。はい、7番はピコッと反対側に折ってあげましょう。はい、こんな感じ。はい、8番いきます。8番は内側にまず折ってあげて、9番の線もこのように蛇腹折りみたいになるようにギザギザと折ります。お、ちょっとずれちゃったかな、こっちかな。はい、10番の線も谷折り、こういうことですね。はい、内側に折ってあげます。そしてこちらも反対側にビヨーンと伸びるように折ってあげて、12番も内側に折り込んであげると。はい、ここは綺麗にいきましょう。綺麗に綺麗に、はい、内側に折り込んであげて元に戻せばいいですね。うまくいったかな。あ、ちょっとずれた。はい、折ってあげて戻してあげます。そうすると、あ、逆だ、反対側ですね。こっち側に折り込んであげます。まあ、折りながらこうやって見ていっても大丈夫ですね。はい、ゲラチョ、これで完成です。なんとかできましたね。結構ギザギザに折るのが多いので思ったより面倒かもしれないです。ただこの黄緑とってもラインが分かりやすくて折りやすいので、体の折り方
どのキャラクターも共通している体の折り方はゲラチョの髪を使ってやってみたいと思います。はい、1番、体の下の部分のところに当たる場所ですね。この下の角2つが1番になります。1番を折って、2番、3番、顔の部分と変わらない折り方をしますね。初めの部分はバッテンに貼ってあげて、その後内側に折ります。広げて反対側からこう山のようにぴょこっと押してあげるような感じにすると、ちょうど折り目が浮くので、そこでパタンと閉じてあげます。はい、4番ありますね。このように足を作るように反対側も内側に折り曲げてあげます。そうするとこのラインがまっすぐになるので、小判をさらに折り曲げてあげるようにして足を作ります。はい、こんな感じで仕上がりますね。反対側も内側に折り込んであげて小判を折ります。はい、こんな感じ。6番、7番は反対側に、こちらも6番は内側、7番は外側に折ってあげます。はい、これで完成。体簡単ですね。この部分をちょっと引っ張ってあげると体がこのように立てやすくなります。飾っておくときにとってもいいですね。はい、頭をこのようにつけて顔の前の部分にくっつけてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと深めに入れてあげた方が顔が可愛く仕上がりますね。はい、これでゲラチョ完成。内側をのりやセロハンテープで留めてあげてください。はい、ではラスト、モグタンいきましょう。モグタンの折り方はキラリスに似てますね。はい、じゃあまずは顔の下の部分1番を折っていきます。はい、2番バッテンに折ります。ここできっちりと線をつけてあげると後ですごく綺麗な折り目になりますので、ここはしっかりと綺麗に折り目をつけてあげてください。はい、開いて3番内側に折ります。半分こですね。はい、そうすると3番の線が割れます。はい、下からペコッと押してあげるとこのように浮き上がりますので、ここでパタンと折りたたんであげてください。はい、ひっくり返します。半分に高さを三角になるようにして折ります。はい、そうすると4番のラインに線がつきますね。この部分を開いて、次5番の線がありますので5番の線に沿って潰しておりましょう。はい、こんな感じですね。上が四角くなるように折ります。反対側も折ると綺麗に線がつきます。はい、5番の線がここですので、ちょっと引っ張って、はい、こんな感じですね。折っていきます。はい、5番折れましたね。はい、では続いては6番に行きます。6番はこの部分ですので顔の部分を内側に折ってあげましょう。お、ちょっとずれましたね。これ表から見えると微妙なので綺麗にきっちり折ってあげます。そ
ょっと浮かせて折っちゃうといいですね。はい、6番ライン折りました。続いては7番です。7番も内側に折ってあげましょう。山折りになります。はい、これで大丈夫ですね。そしたら黄色のところハサミで線を入れてあげます。チョキンと切っちゃいます。後ろにも線入ってますね。じゃあ2枚重ねて切っちゃいましょう。よいしょ。はい、こんな感じで線を入れて切ります。あとは順番に沿って内側に折り込んであげましょう。9番10番、はい、10番はここなんですね。あ、8番が残っていました。8番は下にペタンと折っちゃいます。はい、10番をまず折ってから8番をペタンと、はい、反対側に引っ張ってきて折ってあげます。はい、これでいいですね。反対側の耳の部分もこのようにして折ってあげましょう。はい、モグタンの完成です。あとは体を作って合体させてあげます。このようにテープで輪を作ったら、顔の内側のところに、私は手前の方がいいなと思うんですけど、ペタッとこのように口のあたりですねにテープをつけてあげて、差し込んでちょうどいい位置にしたらペタッと止めてあげます。ここら辺かな。はい、じゃあここでもうちょっと上だったかな、ちょっとぐらいなら丸くしてると動いてくれるんですね。はい、こんな感じかな。モグタン後ろをこのようにちょっと星の部分を引っ張ってあげると立たせることができます。はい、ということで仕上がった4体おしゃき、ゲラチョ、キラリス、モグタンになります。とっても可愛いですね。前回作った4体はこちらの中にしまっておきました。はい、出してみましょう。はい、こんな感じで中に収納しておけるのでいいですね。ぐちゃぐちゃにならなくて。はい、全員大集合です。とっても可愛いですね。一緒についてきたシールはこちら、ホットニーやサリーヌパリーヌ、そしてピンコやレンジなどもいますね。ミシルもいました。はい、こちらのココタマの他の仲間たちも折り紙に仲間入りしてくれたらもっともっと楽しくなるなと思います。ジオ紙もたくさんのキャラクターがいてとっても可愛いですね。こちらは8枚入っているのでいろいろ遊べそうです。こちらの指人形、指に入れても飾ってもとっても可愛いので、ぜひぜひ試しに作ってみてください。今回は私はトイザラスで手に入れました。はい、ということで今回は秘密のココタマの折り紙指人形セットの紹介でした。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。